経営の十二そういういことをお話を話してみたいと思いますで、まあ、経営と、言いますと、大変難しく考えがちですが、実は私は利、うん、工家系の出身でもあるせいだと思いますが、物事の原理原則を見つけていきます場合には、実は複雑な現象を単純化できる能力と言いますか、それが必要なわけです。 難しい複雑な現象を複雑な現象のままで理解しようとしますと大変難しくなりますが実は複雑な現象を元で律足しているそれを動かしている原理原則というのがありますからその原理原則を捕まえさえすれば物事というのはすべて解決していくつまり研究でもそうでございますその原理原則を見つけるとそれを現象面を動かしている原則それを見つけ出すということが研究のもとになってまいりますですから 私は経営というのは大変難しくいろいろ方が言われるけれども、私はそう難しいものではないと思っています、今から申し上げるこの12項目ぐらいを真面目に考えていただいて、そしてそれを着実に、忠実に実践されれば、経営というのは比較的私はうまくいくものだと、このように思っております。今から申し上げます12の項目というのは、どんな環境が変わっても変わるもんじゃありません。 つまり原理原則というのは、環境条件が変わったからといって変わるようなものは原理原則ではないわけですから、今から申し上げます12の項目は、どんな状況の場合でも私は普遍性があると思っておりますので、そういうつもりで聞いていただきたいと思います。でちょっと、発、う、行、ん、をつけるわけではありませんが、この12項目ぐらいを一生懸命やっていただければ、うん 私が経営してきました京セラぐらいの経営は誰でもできるのではないかというふうに思っています。私自身が特別な才能があったわけではありません。そういう原理原則を忠実に守ってきたから今日あるというふうに思っていますので、皆さん方でもどなたでも京セラぐらいの経営がおできになるのではないかというふうに思って、そのノウハウを今日話をしてみようと思います。まず最初に どんな小さい事業であれ、大きな事業であれ、事業をするわけでありますから、最初に一番目にきますのは、その事業の目的、意義を明確にすること。なぜこの事業をするのか、なぜこの商売をするのか、それはいろんなケースがあると思います。親から引き継いだ。 実際にはその事業をしようと自分で思ったわけではないけれども、親がやっておったので、それを引き継いだという人もありましょう、いろんなケースがありましょうけれども、しかし、いずれにしましても、その自分の事業の目的、それを、またもしくは意義を明確に示すことが第一番目に必要であります。例えば、創業型の人ですと、金儲けをしたいと思ったからだと。 いう方ももおられれるかもしれませんいや、家族を養わねばならんからやったんだという人もいるかもしれません、いろいろありましょう、ありましょうが、この目的、意義を明確にするということが第一番目の条件です、でところが、今言いましたように、金儲けをしたい、いや、親からたまたま引き継いだだけだ、または家族を養い ということでも結構なんですけど、真実その通りなんですけれども、それでは実は従業員を引っ張っていく目的には、どうも足らないような気がします、この事業の目的、意義をしっかり決めるときに、これ、今からでもいいんです、持っていらっしゃらなきゃ今からでもいいんです、なるべく高い目的、いや、もっと言葉がありますと、なるべく公明盛大な目的、そういうものを決めるべき。 で,ありますで、高い目的と言いましたのは、何かと言いますと、低い目的と言いますか、例えば、いや、京都でちょっとした会社であればいいわという程度の目的を置いたとしますと、すぐにその目的ぐらい達成できますと、本人が満足をしてしまいます、承認環境して不善をなすという言葉がありますように、簡単に達成できますと、まあ、ここまでやれればいいではないかと。 皆ことでもって簡単に済ましてしまうことがありますから、なるべく高い目的を立てる、また、その公明盛大な目的を立てると言いましたのは、ですね人間というのは自分自身もそうでありますが、従業員をして自分と一緒に一生懸命働いてもらおうと思いますと、一生懸命働くためには、何か大義名分がありませんと。 一生懸命なりません何のためにというそれはなるべくその大義名分に値するようなものを作る必要がありますですからこの最初に会社を作ってそれの事業の目的は何にするのかという問題に遭遇するわけですでその場合になるべくその大義名分の通ったような 目的を掲げたいとそうですと私はその,その大義のために準ずると言いますかその大義のために私は一生懸命頑張る従業員も一生懸命やってくれとこういうことを言えるわけですからところが最初だったものですけどそれだけの知恵がありませんでしたありませんでしたので私は全従業員の物心両面の幸せを追求しようそれも実はそこまで考えたのではなくて会社を作りました時には うん、私と一緒に前の会社を辞めた今のうちの京セラの社長である伊藤さんなんかも一緒に会社を作ったんですが実は最初の目的は稲森和夫がセラミックの研究をしておったのでその稲森和夫が研究している技術を世間に問う場つまり、えー、いろんな学歴学抜いろんなことがあって本当に。 その技術を正しく評価してもらえない世の中だったので、今度作った会社は我々の会社なんだから、稲森和夫が開発するセラミックの技術をその世間に問う場、誰にも遠慮なく世間に問える場、そういうために会社を作ってもらうんだというんで、私は技術屋として、研究者として大変嬉しく思いました。ところがが年もしないうちに従業員が 入ってきてきくれたたた従業員たちががみんなが不満を言い出しましま会社へ入れて働いてみると福利厚生施設は何にもないし朝から晩まで一生懸命働かされるばっかしでもう大変な苦労をさせられるとでこういう会社にいつまでおっても将来がどうなるかわからないんで約束をしてくれと来年の昇給はいくらしてくれるか。 冬のボーナスはいくらくれるのか、それを向こう3年間全部保証してくれと、保証しなかったら、もうこの会社辞めたいと、だってできたばっかしの会社で将来性も何もなさそうだと、そして朝から晩までこき使われるだけで意味がないんで辞めたいと、こういうことでした。私はもう一生懸命って引き止めました。結果は、その人たちがみんな残ってくれたわけでありますが、その時に、その、 私は技術者として理想と思った私の会社は稲森和夫が研究開発したその技術を世間に問う場として存在すると思ったのにもかかわらず会社というのは縁もいかりもなかった人を採用したがためにその人たちが組合的な組織を作ってそして我々の生活をどうしてくれるとこう言って開き直ってくるわけですからそうすると会社というのは縁もいかりもなかった たまたま一期一会で採用したばっかりにその人たちの生活を守るために存在するということを初めて実は知ったわけですとんでもないことをしでかしたと自分の親兄弟の面倒も見れない私が他人の人たちの生活を一生守らなきゃならんというのはどうしたことだろうと思って私はあのびっくりすると同時にこんなバカなことをなぜ始めたんだろうとそのくらいならまだ立派な会社へ転職をして そのサラリーマンとして研究に従事した方が、私の技術をその正しく評価し、正しく私の人生を伸ばしていくこともできるのにと思って、大変私はびっくりしたことがあります。で、その時に悩みましたけれども、私は京セラの目的というものを、全従業員の物心両面の幸せを追求しようというふうに、実は決めました。 でそれはその生活を守ってくれとこう従業員が言ってきたのでもう結局、悩んでじゃああの約束はできないけれども私は誠心誠意皆さんのためにやりますということを私は約束をしたためにそ,のそういうふうにしたんですがその時にその物心両面のといったのはその物理的条件である給料だけよくする待遇だけよくするというのではあまりにも情けないと思ったものですから精神的にもという意味を含めて物心両面の幸せをと。こういうい でそこまで書いてみますと、まだそれでも、なんなしい感じがしたもんですから、併せて人類社会の進歩発展に貢献したいというふうに、つまり技術を通じ、事業を通じて人類社会の進歩発展に貢献したいという、これは実はもう思いつきでつけ足したわけです。しかし、それは知恵のなかった私が27歳の時に、うん、その1回の技術屋で、 教セラを作ったところが、考えてみますと、全従業員といったときに、従業員の人たちに、経営者である私も全従業員の一人ですよと、ですから、経営人も社員も全部含めて、 つまり従業員という私が使う場合には業に従ずる人という業に携わる人という意味でトップの社長から全部その仕事をする人という意味で従業員という言葉を使いますので上も下も全部の人たちの,その幸せを追求する合わせて人類社会の進歩発展に貢献すると付け出しみたいにつけたんですが実はそれがですね後々今言いますその公明盛大な目的もしくは その大義名分ののある目的とということにかかなったもんですから私は非常にプリミティブな、非常に稚拙な目的をその当時書いたんですが、それを今日まで大事にそのまま、現在の大きくなった京セラの目的もそのままであります、堂々と全従業員の物心領の幸せをと、これは私が、稲盛和夫が事業に成功して金持ちになりたい。 から作ったのでもありません稲森和夫の技術を世間に評価してもらうために作ったものでもありません、これはここに集ったみんなが幸せになるために作った目的、会社なんですと、でそれだけでは、我々中に集った人たちだけが幸せになったんではもったいないんで、併せてその人類社会の進歩発展にも貢献したいと、それは技術を通じ、事業を通じてなんですと。ですから、それは大社大義名分とは言えないぐらいの。 おプリミティブなものですが、しかしそれでも、実は従業員に胸を張って言うことができました、うちの会社はこうなんですからねと、だから私も必死で頑張ります、だから皆さんもついてきてくださいということが堂々と言えたわけです。つまり、目的というのは大義名分にかなっておってそれで、そしてそれを堂々と従業員やら、お得意先やら、すべての人たちに実は改陳できるものでなければならない。だんだん 年がいってがいて知恵つきました例えばちょうど今から11年前、12年前、第2年年を起こしますときにはちょっと変わっておりまして、そのときにはあれだけの大事業でございましたので、失敗するかもしれないということを世間中から言われましたので、私自身も,もう大変悩みました。そのために第二年齢というものを踏み込むか踏み込まないかということを考えたときにも大変悩んで、その数ヶ月間、毎晩悩みました。その時に私は 同期善なりや、獅子なかりしかという言葉を私は自分自身に自問自答して数か月過ごしました。つまり、第二伝伝というものをお前はやりたいと思っているが、それは果たしてお前がそう思っている、その同期は善なりや、正しいことなのか、そして獅子、私の心ですが、獅子なかりしかと、つまりスタンドプレーをしたい、金儲けをしたい、えー、大向こうをうならせたいという、そういう。 邪心があ、ってではありまませんかとといいうこをを自問自問答たたしましたでそうではないという、でじゃあ、しからば何のためだと、こう自分自身に通ってみて、それは人のため、世のために尽くしたいんだと、つまり、日本の電気通信事業というのは、長距離電話が当時3分、最延長の距離では400円でございました。あまりにも世界の基準に比べてみてもべらぼうに高すぎると。 これれではいいかかんとととそれを何とか安くしてあげたいと、まあ、現在、私ども3分170円まで半分以下に下げておりますちょうど10年かかって半分に下がったわけでございますそういうつまりべらぼうに高い料金を安くしてあげたいというんで、その人のため、世のために尽くしたいとで、これなんかちょっと27歳の時に考えたのと違って、ちょっとかっこいい。えー でまあ、普通、誰でも皆さん思うんですが、こういうのは、キザで皆さん、ちょっとよう言わないと思いますね、私も実はキザだと思うんですしかし、そのキザだと思う必要はありません、なるべく公明正大で大義名分にかなうような目的をさせた方がいいんです、それは従業員にも、私はこのためにあるんですということがはっきり言えますから、まず第1番目に今申し上げました、事業の目的、意義を明確に立てると。 それはなるべくその公明正大で、そして大義名分にかなうような目的にしていただきたい。次、2番目でありますが、今、目的と言いましたが、今度は2番目は、目標を明確に立てるということであります。それも具体的な目標であります。どういう目標かと言いますと、例えば、自分の企業の売上が年間2億円だとしますと、来期は、 それを4億円にしたい、賀駅は5億円にしたい、その次は8億にしたい、その次は15億にしたいという具体的な数字でもって目標をはっきり出する。これは何も売上げだけではありません、利益もです経常利益をいくらにしたいということを、会社の規模、人数、そういうものを全部ですね、具体的な目標数字を明確に立てるということです。であんま先ま先で はですね、立てる必要はありません、えー、よくありますね、えー、5か年計画だとか、10か年計画とかありますが、実はですね、皆さん不思議に思われておりますが、えー、私の会社は、えー、ほんの5、6年ほど前までですね、長期計画も中期計画もありませんでした。あの、もうコンサルタントの方とか、有名な方が聞かれるとお、おそらく笑われると思うんですが、大、え、体、ー、長い、 目標を立てますとですね大体嘘になるに決まっているわけですもんですから嘘になるような契約だったらもうやめた方がいいというので私は一年だけ契約を立てるということをやってきましたつまり一年ぐらい先はそう狂わないで読めるとただし二年も三年もなったらもうそれあんま神,神様でない限りもう絶対に見えないだから今日一生懸命過ごすことによって明日が見えるいや 今月一生懸命やることによって来月が見える、今年一1年やることによって来年が見えるという、つまり1年ぐらい先しか見えないものですから、その短いスパン、そんなことでその大きな事業はできますかよと皆さんに言われるんですが、私は毎年毎年それ立て、立ててはそれを建てては、それを追講し、それが済むとその次の目標を出せるということをやってきて、今日まで参っておりますから。 必必ずしも長期目標を立ててる必要はははなないいでかと私は思っていますそれよりは、直近の目標を立てて、それを忠実に実行し、それを守っていくということが大事ではないかと思います。今言いましたように、そ,のそういう、つまり1年ずつでも結構ですから、売上利益、会社の規模、あらゆる数字をです、ね、明確に立てるということでございます。その数字がいるということですね。 3番目は、その今立てた目標、それを自分がどうしても実行したい、それを実現したいという願望にそれを変えるんです、願望に。つまり、その立てた目標、数字ですね、数字だけですが、その数字をですねどうしても自分でそれを実現をしたいという願望、願いですね、願う、望むですね、願望にそれを するとということが3番目でありますで3番目の言葉は強烈な願望を心に抱くというこれは副題がありましてそれは潜在意識に凍結するほどの強く持続した願望を持つことなんだとつまり強烈な願望を心に抱くというのはどういうことなんだというとそれは自分が意識していない潜在意識にまで凍結していくほどの強く 持持続した願望を持つことなんだというふうに私は考えておりまして、今、2番目に申しました目標を明確にしましたならば、その明確を自分の願望として、そしてそれを強く心に持続して抱いて、そしてそれをどうしてもこれを達成したいということをですね、願望として心に強く持つということです。で強く持つとはどういうことかと言いますと、 願望としてそれを心に持続して、強く持続して持つというのは、持続というのは何回も何回繰り返し繰り返していうことですが、実はですね、潜在意識というのは、われわれ今こうして、私が今しゃべっている私というのは、潜在意識でしゃべっておるわけですが皆さんも潜在して聞いておるんですが、潜在意識というのは、皆さんの意識感の中に沈んでおるわけですが、その潜在意識というのは、実はわれわれが体験しましたものというのは、全部潜在意識に入ります。 我々の意識というのは全部潜在意識に蓄積されますけれども、今生きている、この目覚めている意識との間に交流はありません。交流があるのは二つです。それは一つは、衝撃的なもので、その印象を受けたものというのは潜在意識に入ると同時にそれはいつでも潜在意識に上がってきます。もう一つは、繰り返し繰り返し体験したこと、これは潜在意識に入りまして、潜在意識にも返ってきます。でそれはですね こういう意識をすれば分かると思いますが、それはですね、車の運転を教習所に行って習われて、最初にハンドルとクラッチェラや教わって、ですねちぐはぐになる、それはこっち側ですよ、あっち側だと言われて、ですねなんと自分が、アホみたい、もうあなたの運動人間ありませんね、みたいなこと言われると、なおさら慌ててしまって、ですねその教習所のお兄さんに怒られて腹が立つというのは経験されると思いますが。 こうするんだとこう頭で顕在意識で思って手を動かそうとするんだけれども同時に2つ3つ動かそうと思うとですねもうバラバラになってしまってえ間違ったことをするというであのくらい覚えたての時には難しかったはずですで少しうまくなってもですねもうよろよろ運転しても,うもうやっとこさそれで緊張と冷や汗が流れながら運転されたことを覚えておられていますがとるが慣れてくるとですね何にも考えていないと言いますが。 怖いのは仕事のことを一生懸命考えといて前も見てないと言いますから、それでも結構動かしておって、あとでハッと気がついて、これ、危ないなと思われたことはいくらもなってますがこれはですね、繰り返し繰り返しやっていますから、実はこの意識では運転してないんですね。全部潜在意識で運転してですね。だからその潜在意識で運転しますから、疲れないんですね。潜在意識で運転すると、もう、例えば、ビギナーで運転を習いたての頃に、車でも買って、 どこか家族でも乗せて遊びに行こうと思うと、ですねもう冷や汗が出ても、もう目的地まで行っただけでもうふたふたになってしまうって、もう帰りはもう運転できないんじゃないかと思うぐらい疲れ果てるってしまう,ってうすそれはそのくらいに潜在意識を使うと疲れるんですが、潜在意識何にも意識してない状態でも運転できるというのは潜在意識を使っているかる。これは製造してます、我々メーカー、皆さんの場合でもそうだと思いますが、実はその慣れと言いますね、ものを作るとい慣れ。 慣れううのはませんそうですつまり、ここに品物をこうしてこう動かしている、それは最初に新しい人を入れて教えますとです、ね、肩がこってもどうにもならんというので、まあ、3日目でやめられるんですが、ところは慣れてきますと、も肩も来らない、何も来らない、疲れもしないいますから、それはもう全く潜在意識で、ね、手を動かしていますから、ちっとも健在意識で動かしていませんから、疲れないんですね。つまり、先ほど売上をいくらにしたい、利益をいくらにしたいということをですね、 立てましたらそれを強烈な願望ととして心に抱くとでそれは潜在式に凍結するほどの強く持続した願望でなければいけませんということはどうことかといいますとそれはその目標を繰り返し繰り返し売り上げは今窮はいくらにするんだと利益はいくらにするんだということですねもう開けてもくれてももう毎日目が覚めればですねそれを考えているということなんですそれを考えていますとそれはですね その潜在心ずっっと入ってきますちょっと大変失礼なことで申し訳ありませんが例えば、うちの会社でもそうですが事業部長にですねあなたのところの来月の売り上げいくら予定てやった利益、目標いくらだったかなというとえっ、ーと,えー、と、ちょっと待ってやねんってなこと言ってこうするのにもうやめとけともうお前はだめだと思うそのくらいはもう空にとらなきゃならないもう来月はいくらです、もう再来月はいくらですそれはですねもう寝ても覚めてもですね思い込むつまり強烈な願望としてこうありたいありたいとこう思ってますからそれはですね もう空になななきゃならないそれをちょっと待ってくださいよと言って帳面を開いたりですね見なきゃならないようなことではです、ね、もうなるわけがありませんそれはもうそのくらいのことはもう,あもう当たり前で,ですねそれはもう寝言みたいに思っているなぜそういうかと言いますとそういうふうにして中に入れておきますとですね実はですね朝起きて今週はこれだけの売り上げをしてこうやってこうややっていや来週はこうでいや今月はこうで来月はこうでってことを。 も考えている。で、そうしますとですね。それを二十四時間考えてるわけにいきやしませんから。ええー、ところは会社で出てきますよ。いろんな仕事もあるわけですから。それをもう毎日考えているんですけど。面白いことですね。ちょうどその先ほどの車の運転じゃありませんが。他の仕事をしとってもですね。売り上げをいくらにしなきゃならん、利益をいくらにしなきゃならんということは。もうそのままそっちを動いてるわけですね。何にも考えてない。他のこと全く別のことを考えとっても動いてるわけです。例えば京セラにとっては。 専門分野ではないこういうものをしたいとこうそれ,はそれにはそういう人がいない技術者もいない誰も難しいなしかしやりたいなとこうやってこうやったと考えてそれが願望にその潜在心まで入っていますとですね実はそれは全く他のことで例えばある飲み屋に行って飲んでる時に横にあるお兄さんが来て喋ってるところが何となく聞いてるとどうも。 それが私がやりたいと思うことのその仕事の技術や専門の分野の技術やのようだとでそれは普通だともう全く関係なしでこちらもいっぱい飲んでるんですから何の関係なしで過ぎる関係なのに潜在資金の中に入ってますからちょっとすみませんがあなたは今のお話聞きますとと言って話になでそれでいや 私が求めとった技術者だというんでそういう出会いから人の関係ができていくというケースだってあるそれは潜在意識が働いておるからそちらの方にこう導かれていくんですね自分自身の潜在意識でで、うん、その36年前の頃にですねわずか二十数名しかいない中で、えー、ちょうど西大路小池上がる 一筋目のところのちょっと西に入ったところに宮城電機さんの倉庫をお借りしてそこで始まったんですが、うん、中京区西野久原町でしたんでその二十何人しかいないのにですね、うん、一生懸命頑張って今ねうちの会社を立派にしようやというんでその時に言ったのがですね、まあ、せめてこの原町一番になるわゃないかとで原町だってまあ立派な会社いくらもあるぞ前あの西大路からうちの会社まで来る間だけでも立派なあの鍛冶屋さんもあるしなあそこよりも なんとか、まあ、原町一番な,る原町一一になったら西野京一なるやないか西野京ってなるとあの辺の山町の辺までこう含まれるしあの辺は立派な会社もあるしと言ってですねいやそこまで行ったらこんな中京口一なるやないかと中京口一になったらな京都一になる京都にいたら日本一になるやないかとそういうことをですねもうその夜になりますと残業しながら。 ちょうど夜泣きうどんが売りに来てましたんで酢うどんを従業員と一緒に食いながらそういう夢みたいなことを言ってましたそれを年柄年中言っておるっていいますかねそれは本当と馬鹿げてるように見えるんですが実はその作業というのはいるんですねそういうのが何と話にそういうことを言っていることがですね実現していくんですつまり私が言いたいのは心に強く持続した持続して持った希望と夢は 必ず実現するという法則がこの宇宙にあるからなんですそれはこの世におけるその真理なんですねつまり心に強く持続して持ち続けた希望夢というのはですね必ず実現するというの真理があるんです次は四番目でありますがこれは何だと思われませんが、えー、私は誰にも負けない努力をすると いうふうふに言っています誰にも負けない努力をするというのに、えー、副題がついておりまして、地道な仕事を一歩一歩、堅実に、たゆまぬ努力を、これは、誰にも負けない努力をという、まあ、結果はですね、努力以外に成功の方法はないということです。つまり、京スラが先ほど言いましたような規模に、この36年間になったのもですね、 技術が素晴らしかったからとか、いろんなことを言われる方がおられますが、あのそうではありません、もう、その成功の理由の,の第一番目も、第二番目も第三番目も、この努力以外にはありません、誰にも負けない努力をしたということであります。そのの努力ををとと言いいまますすこういう経験があります、えー、会社社作った時にに員の皆さんに私は、うん 我々は大変若くしてこの会社を始めたけれども、私どもにはお金もありません、経験もありません、で技術はあると言っても、大した技術ではないと思いますと、だって私がわずか3年間やっただけの研究の成果しかないんだから、そんな素晴らしい技術があるわけでもありません。ですから、問題は我々はどのくらい努力をするかということだろうと思うと、でそれは誰にも負けない努力をしようと。 ですからそのために、要非を継いで実は努力をしました、本当に馬鹿みたいにまああの働くということをやりました。考えてみますと、われわれ素人がですね運動会で100メートル走るぐらいのスピードよりは、今の女子マラソンの人たちが走る、42.1キロ走る100メートルのスピードの方がはるかにわれわれ速いんですから、それはわれわれが長距離だと言ってゆっくり走ったんじゃ、もう勝負になるわけがないわけです、そのときは知りませんでしたけれども、私は。 我々が100メートルダッシュのと思って走っても専門の長距離ランナーには追いつかないかもしれない。だから私はとことん走ってみようと思うというんでみんなが体が持たないというのをそういう説得をして走りました。その結果京セラがどん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 発展をしてまいりました。忘れもしませんが二部上場をいたしますときに 全従業員で本当に涙を流して、感激の日を迎えました、その時には私はこう言いました、本当にこのスピードで走ったんでは42.195キロ,キロ倒れて、おそらくもう落語するだろうと、皆さんもいい、私もそう思ったけれども、勝負にならない勝負をするよりは、短い期間でもいいから、勝負を挑んでみたいと思ってしましたと。ころが それが習いせいになって、そのスピードを持続しながら、今日まで走ってこれましたと、そして先頭集団を走っておった一部上場会社、第二集団は、任務上場会社としますと、二部上場会社を目の前に捉えて、そして上場というのは第二集団に我々は追いつきましたと。彼らは 終戦後、われわれも14年も前から仕事を始めておったはずなのに、われわれはその集団に追いつきましたと、さあ、この調子で、まだ一部上場会社というのは戦闘集団がいますから、それを狙って追っかけましょうと、こう言って、そのままスピードを緩めないで努力をしてきました、つまり、誰にも負けない努力というのは、そういう努力、つまり、私は努力という、誰にも負けない努力というのは、なぜつけたか言いますとです、ね、努力をしてますかというと、皆さん、どなたでもです、ね、努力をしてるとおっしゃるんですね。 だ,からだって、その誰にも負けない努力をしなかったら競争なんですから、その私は努力をしてますよという段では、それは会社が伸びるわけがありません、誰にも負けない努力なんですよ、例えばラーメンを屋台で引っ張って、だそのラーメン一杯打って、300円か400円、それを一晩のうちには何倍も売れやしませんと、それはただ一生懸命頑張ると言われるけれども、知れてますよと、と言われる方がおられます、それはそれが問題なんですね。実はどんなな偉大な仕事でも 本当に些細な地道な一歩一歩の積み上げなんですねなぜそういうかと言いますと私自身がですねその教室を作りました時にはブラウン管の絶縁材料を作り始めたのが最初なんですでちょうどテレビが始まった頃でございましたのでそのテレビの重要なブラウン管の中の絶縁材料を供給しとったんですが誰も作れないようなもの日本では私しか作れないというものではありましたけれどもそれでもブラウン管を作るのには原価がいくらということになってきますから 当時1本が数円という値段のものもでしたちっちゃな絶縁材料はあの1個がちっちゃなものですもう本当に目に入らんようなちっちゃなものですけどそれは2円いくら3円いくらというようなものでしたつまり1個数円の単位のものをですね何万個という注文をもらって作ってでそれは焼き物ですから派手ではありませんもうその粉を固めてそしてそれを1個1個作っていくそれは精度が難しくて本当に気の遠くなるような作業をしながら作るんです でそれが出来上がっても、せいぜい2、3円とか 5, 4、5円としか売れないわけですからで、それは松田電子工業さんだけが買ってくれるだけで、不変性がない、どこへでも売れるものではない、松田さんから注文もらって、松田さんのスペックで、市場で作ったものですから、でそういうものを、1個数円のものを、1つの企業の下請けとして、一生懸命やっておってもです、ね、所詮はです、ね、何百億だろう、何千億なんてうのなるわけがないと言いますから。 とつい思いがちしかし私は,私はいやみんな大企業になった人たちもみんなこういうものを寄せ集めていってたゆまずですねそれをやっていったから大きくなったんであってですね初っ端なから大きいものなんてあるわけがないとだからそういうちっちゃなものの積み上げそれをですね今の今先ほども言いましたねそれを私は地道な仕事を一歩一歩堅実に。 たゆま努力、そのたゆま努力、もう三百六十五日、それをずっと続けるということがですね。いかに偉大なことにな、つながっていくのかという。どんな偉大なことも、その地味な一歩一歩からしか、できないわけです。これが、四番目です。五番目はですね。京セラを始めた、あの時に、その経理を何も知りませんでした。今月は、利益が出たか出ないかということを、経理課長に。今月はどうなったと、こういうふうに聞くわけです。 の大変難しいことをいろいろこう,言う,言,う言うてくれるんですが、えー、専門じゃないもんですから、難しくて分からないもんですから、でまあ、どうでもいいやと、は、え、よ、ー、い言うたら、売り上げがあったら、費用を引いたら、残りが利益なんやなと、もちろんそうですけどと、そんなも分かったと思うも、ええわと、いや、そんなんだ簡単に経理ってのは難しいんですよと言うんですが、いや、もうそれでいいわと、もうよし分かったと、売り上げを最大にすればいいんですなと。 その最大にする時に経費は最小にすればいいんですなと。それは差がなんぼでも広がるわけですから簡単なことじゃないかと思うなら、うん、と言ったらもう,もうこの人ね神奈川はと、えー、変なことばっかり言うというんですね私はその時から今日までですねそれで来てるんですよ。売り上げを最大に経費を最小にこれが5番目です。普通はですよ みんな経理でも何でも分かっておられるんですからね、売上を最大にしようと思うと、当然経費も増えると、みんな思っておられるんですよ。経費を1000円かけんと、売上を伸ばせばいいのそれはもう丸儲けたやつですから、れは。<laughs> ですからね、売上を増やせば当然経費がかかるというのは、ですねこれ、常識なんですね。だけど、その売上を最大限に経費を最小に抑えると、現金を含めてです。でそう思って ものですから、そうする方法を考えようと思いまして、実はその経理屋さんと話をしましてです、ね、皆さんも経営をやっておりますが、実際にはその係数にあんまり明るくない方々が多いんだではないかと思うんですよね、私みたいにですね経理も詳しくなくても結構ですけどね、数字には強くなけれいけませんね、で私はその,あの経理屋さんがやっているのその勘定科目、例えばこれは交際費、これはガス燃料代とか、電 いいるのがございますね科目あの感情科目をですね、なるべくですね一般の経理屋さんが使う感情科目よりも、ですねもっと詳細に分類をすべきです、普通に経理屋さんが使う感情科目以上に、自分が実際に仕事をしている分野に適用できるような感情科目にする、それを最小に抑えようとするわけです、それで、その感情科目と数字を見ますとです、ね、それはあ現場のあそこのあれやなと。 あの仕様やななといううかるような感情科目ですつまり経理屋さんが,が言う感情科目じゃなしに現場と直結する感情科目ですあちょっとこれはかかりすぎやなと数字が大きいなとああの部門のあいつがこの感情は見とるんだからあいつが使いすぎやなというのが分かるようなですねいやそのくらいに見えるような感情科目です私はそれをその アメーバー管理方式、それをですね、えー、普通の一般の財務会計とか、普通の一般の会計ではなくてですね、私は管理会計と称しまして、つまり一般の会計とは若干違う、つまりマネージメント、経営者が直接その係数を持って管理ができるための管理手法として、実はアメーバー管理経営手法というのを編み出しました。でそれが共生らの経理を全部作り上げて、 参りまりしたそれでもってアクションを取っていくつまり手を打っていくわけですで私はそういうことをやってきたそのことがですねその大変良かったと思いますのは京セラがまだ中小零細であった時からその手法を使っておりました実はその普通一般に中小企業で大きくなってきて伸びが止まる またはその大きくなるんではないかと思ったのに、伸びが止まってしまう、うまくいかなくなってしまうというのはです、ね、大体その管理会計手法が整っていないからなんです、つまり、中小企業からずっと伸びていくのはです、ね、その根っこにある会計手法がしっかりしておってです、ね、それは組み替えなくてもです、ね、そのままずっと大企業にまで続いていくような、そういう手法をちっちゃいときから作り上げておかなきゃ、伸びていかないんですね。次6番目 値決めは経営なりという普通、一般に売られているものを競争で売ってらっしゃるところは、もう勝手に値段が競争関係で決まってますから、値決めをする必要はないかもしれませんが、しかし、普通の中小企業の場合には、値段を皆さんが決められるはず、例えば京都のおそらく呉服屋さんでもです、ね、値段をいくらにつけるのかという問題は、それは皆さんがつけてらっしゃるはずです。 私はあのもう京セラを作った時から、うちの幹部の人たちにですね、ねぎ目は経営なりと、<laughs> それで、ねぎ目というのはです、ね、トップが決めるんだと、それを営業部長に任しているようなことでは話になりませんというんで、ねぎ目というのはトップの仕事なんだということをずっと言い続けてきました、でそれは何かと言いますとです、ねうん、例えばですよ。 おううどん屋を始めたとしましまょうかそうするとよくその限界分かってませんけれどもうどんの玉一玉いくらするんでしょうか50円ぐらいするんでしょうか今うどんの玉を一つ買ってきてだしを出してだしはかつおのだしじゃこで出すいろんなのがあると思いますがまあいいだしを出さなきゃ売れませんでしょうからそれに、えー、ネギを買ってきて、えー、刻んで、えー、かまぼこは慣れてくる数 透き通るぐらい薄く切ってというんでですね、でまあ、あの普通ですとうどんを入れて、かまぼこを入れて、ねぎ入れて、おいしいだしの出した、えー、汁をかけて出すと、そうすれば、まあ、知りませんよ、知りませんから、大変暴論を言って、その専門の中に怒られるかもしれませんが、まあ、玉が50円としますと、まあ、なんぼ高くても、原価は70円か80円ぐらいのもんだろうと思いますね。でそれをいくらで売れないと いやすードンが300円というところもあれば400円もあれば150円というのもあればいろいろありますねそれはそれはその経営者が決めた値段なんですよで俺は薄利たばりでいこうと言って決めたはいいんですが薄利たばりでいった結果です何ぼ頑張ってももうからんというよさもらわけです俺はもうすードンでも美も味しいのを作ったんだから俺はもう一杯が。 500円で売ろうと言ってですねあんまし売れんでこれもうまくいかんというおじさんもいるわけですねじゃあおいしくて売れて儲かってというのはですねどの値段かというのはですねどこでもあるわけじゃないんですねお客が金を出して食べてくれる値段のですね喜んでお金を出してくれて食べてくれる値段の最高のところなんです実はそれが決めてなんですおいししくて素晴らしいおうどんで 安れ売るお客が払ってくれる値段を喜んで払ってくれる値段を超えたらですねパッタリ食わなくなるわけですよつまりみんなが喜んでこのおうどんだったらこの値段安いわと食べるわと言って許してくれる値段の最高なんですねそのピークを狙うだから値決めというのはですねそんないい加減なものじはないんですねだから例えばですよ皆さんの社員が営業が注文取りに行くと行って行くと必ず その見積もり引き合いを取られて同業者も来て、ですねそれでお前のとか高いとか何とか言われて中には駆け引きをやられて、ですねそれでもう社長が帰ってきて、もう飽きませんわ、もううちは高すぎますわ、大体力のない営業って夏に限ってですね弱音を吐きますね、もう帰ってきてもう,うちの値段じゃありませんわ、取り合いしませんわ、もっと安いんと,と。 それでもしょうがない、そんな弱気なやつの話を聞いてですね社長も,もう自分も努力専門ですからそうかそれはしょうがないな、まあまあ、もう安くする価値のことでそれで結局はあんましマージンもなくて商売をしてうまくいってないというつまり値段をどこにするかそれはお客が喜んで金を払ってくれる値段の最高なんですね例えば100円だったら払ってもいいわとお客が思って。 それは思っているかどうか分からないんですよ。思っているやつをですね、90円で売ったらですね、それは売れるんですな。お客も喜んで売れますから。本当は100円で、でも買おうかと思ったのに、90円といえば買ってくれるわけです。80円って何か買ってくれるんですつまり、その下の方の値段を決めたらですね、商売は何ぼでもできるんです。で、それは営業と言わないと言うんです、私は。それ何も、専門のお前みたいに高い給料を払うやつを雇,雇う必要がありませんと。それはそういうのおらんでも注文の国には、80円と言えば。 つまり君みたいなベテランがうちに欲しいのはですね、そのお客さんが喜んで金を払ってくれる最高の値段で注文を取れるか取れるかというのが営業なんだと、つまりそれを見極めるというのはもうそのうどんの例でもそうですが、例えば着物でもそうだろうと思いますが、ねぎ目は経営なりという、これはそのトップが値段は決めるんだと。7番目これは 経営は、意思で決まると、意思というのは、ウィルです、英語で言うと、ウィル。意思が強いというあの意思です。私は極端に言いますとね、経営というのはですね、こうありたいと思ったらですね、それを何が何でもそれをですね実現すると、実行するという強烈な意思なんですね。現在ですと、こうしたいと思ったけども、バブルが崩壊してこうなりまして、 そして今度は円高でこうなりまして、だろうまくいかないんですという、すぐに言い訳が立つわけですね。そうじゃありません。それは経営というのは、どんなことがあろうと、ですね、どんなことが起ころうと、こうしたいと思ったことをですね、実現する強烈な意思がいりますと。それは言い訳なしなんです、それは。成してからが、特にそれを感じましたね。上場しましてですね。 キョセラの会社の来年の業績をこうしたいというこうするという業績の予想を出しますそうするとそれが経費がどう変動しようと何がどう起ころうとですねそれを実現できるつまりその予測を言った数字が実現できる経営者が優秀な経営者です予測を出したけれどもですねその経済環境を理由にしてですね大半の企業が 予想の修正を、うまくいかないから、下方修正を必ずしますが、それは多くの上場している企業の90%が状況の変化、激変によって修正をします。しますが、それを修正をしない経営者がいます。それをどんな環境であってもそれを実現してみせるのがいます。それを優秀な経営者とこういう。そういうところの株価が、実は非常に堅調で高いわけです。それはどんなことがあろうとも、強い意志で、 それを実現するというだから、意志の弱い人では経営はできないと言いますから。これは同じく、次に8番目ですが、激しい闘魂がいりますと。闘魂というのはあの例の格闘技をする闘魂です。経営というのはですね、きれいごといくら言ってもですね、激しい闘争の場に身をさらしていますから、そのリーダーというのは、どんな小さな企業であっても、 その社長とそのリーダーというのは凄まじいばかりの闘魂闘資を持っていなきゃ私は勝負ならんと思ってますだから私は人が良すぎてその喧嘩も用できませんにゃというような人はですねなるべく早い時期に社長の座をその部下に譲ってしもっとこのガッツのあるやつに譲るかなんかしませんとですねそれはやっぱし何てやったってその競争の場ではですね 闘争心がりますこれ私はよく言いますが、どんな些細な仕事であっても、ですね最も激しい格闘技のスポーツ選手が持っている闘魂よりも勝るような闘魂がいりますと、そういう強い激しい気迫がいりますと、私は言っています。次に、9番目でありますが、同じようなことですが、勇気を持つということであります。 卑怯な振る舞いがあってはならないと。で、この勇気という点はですね、これは真の勇気、その目的というのは冒頭にありましたが、その全従業員の物心領面の幸せをという、それを守る、そのリーダー、それは真の勇気を持っていませんと、で特に、そのし先ほど闘魂という話もしましたが、同じようにですね、そういう仕事をする中でですね、 トップまたは上司の中にですね、卑怯な振る舞いがある人を見た場合には、その集団自身が非常に混乱してしまいます。私は、よく経営者の集まりなんかで、えー、よくぼやく経営者を見ることがあります。いや、井上さん、あかんわ、もううまくいきませんわ、うちの会社はもうこうで、ああで、と言ってぼやくい 大きな会社の大会社の元社長さんがぼやいておられるもですから、ある時大変失礼ですが、久しいあまりにですね、もうぼやいたらあきませんやと、もう、そあなたがぼやく分だけずお宅の会社はだ,だめになっていきますよと、と言ったことあります。それはもう大変失礼ではない、そうなんですよ、もう絶対にぼやじゃなきゃいけませんそれはもう、天に椿きをするものです、それはもう、誰も聞いてない、事業員が聞いてないところ、どこであろうとです、それはもう。 特にその逆境になったときには、直さなおさらなおと、もう、もう虚勢でも何でも結構です、もう虚勢でも結構です、もう踏ん張るんです、踏ん張るんです、虚勢でいいんです、みんなですね、逆境やら苦しいときになったらですね、勇気なんていうのはあるわけありません。もう本当にもう、もうふ、震え上がって、縮み上がってですね、逃げていきたいんです、みんな。それを踏みとどまるのを勇気というんですね。で、私は仕事を一緒にしてますと、本当に、その、なんて言いますかね、 繊細なんだけれども、うん、その非常に弱々しい非常に、えー、内気なで一方はあの非常に豪快で豪傑肌でその会わりちょっと荒っぽいって,言ってますがいろんな人が社員におりますから緊急の時または危機の時になりますとそういう豪傑肌の人がですね「いや会長社長も私もしてない頑張りますから」っていうようなことを言ってくれるんですが、えー、正直言ってその緻密なんだけれども真面目な。 そういううういいい人っての気が小さいもら本当にこううろたえるというで私はですね仕事をずっとやってきて、えー、その若い頃こういうことを言い出しました。もともと豪傑みたいな人っていうのが勇気があるように見えるけどもあれはそやなために勇気があるように見えるだけであって本当の勇気を持ってるわけじゃないんだなとつまり万有ですな、ね、万有。で私はですねあの うちの会社ではその本当はビビりでもう気がちっさいんだけれどもという人で非常に繊細な人そういう人をその仕事を通じて場数を増やして度胸をつけさすということをしていてその人を登用していきたいと思うとうちの会社ではそういう本当に人が良くて気の弱そうな人 そういうい人をです、ね、仕事という場を、まだ営業なら営業という場を、製造なら製造という場をです、ね、通じてです、ね、そしてその真の勇気を身につけていこうというふうにしてきました。10番目、10番目は、常に創造的な仕事をするということです、常に創造的、クリエイティブなという創造、でこれは副題としまして、今日よりは明日明日よりはあさってと、常に改良改善を絶え間なく続ける。 創意工夫を重ねるでこれはですねおそらく皆さんの場合でも例えば京セラという会社が素晴らしい技術開発を次から次へとやって素晴らしい会社を作っていたとお考えであの会社はいいなと技術を持っとっていいなとお考えかもしれませんが。 自分の会社を買みて、自分の会社を考えてみたら、技術もない、何もないと、そのためにうちの会社はやっぱ発展せんしようがないなとお考えかもしれませんが、そうではありません、どの会社もです、ね、そういうものをもともと持っていることころは一つもないんです、それは今言った、常に創造的な仕事をすると、常に今日よりは明日明日よりも明後日と、常に改良改善をするという、そういうマインド、そういう考え方を持っているかいないかで、実は決まってくるんです。 技術人にももちろんです、営業人にもそうです、もう経理も全部です、全部同じこと同じように、その365日同じことをしてはなりませんと、常に創造的な仕事をするんだということを、ですね会社の,その方針として決めてやっていますと、だから、今日と明日の違いというのは、わずかしか変化がないんです、改良改善でも。というのは、これは365日たった向こう行きますとです、ね、ここからはもう想像つかないぐらい大変化です。 で大発明というのもそんなもんです、実はここからここはもう変化がないぐらいしか見えませんがそれがですね1年間360年たちますとものすごい変化になりますしそれが3年も4年も経ちますともう素晴らしい技術開発つまり自分が知恵がなければ何とかしようしようと思いますから大学に行って大学の先生にお話を聞くとかいろんな人にその専門の方に話を聞くとかというので次から次へと工夫をしていきます。それは 常に創造的な仕事をしようというマインド、転がきがなければ、そういう行動にもならないわけです。つまりそれは、今日よりは明日明日よりはあさってと必ず改良改善をするんだぞということをですね、謝前にしていくんです、これは。11番目。これは、えー、思いやりの頃で誠実にという簡単なことです。今まで言ってきたのはその本当に その経営という修羅場で、す、え、さ、ー、まじい生き方を私はすべきだとこう言ってきましたが、結局は全部まとめてみても、ですね、えー、最後は経営というもの、の根幹は思いやりの心誠実さというものが大事であります、これはもう取引先、従業員、地域社会、お客さん、それがですねみんなが喜ぶような、自分だけがうまくいくような商売というのはありません。 それは自分もうまくいき、相手もうまくいくということ、それは必ず言ってくらい、思いやりの頃がなければ仕事にはなりませんし、誠実さが,、まあ、がいるわけで米国のおお作家で、レイモンド・チャンドラーという人が小説の中の主人公に喋らせている言葉の中に、その男は強くなければ生きていけないと、しかし、優しくなけりゃ 生きていいいく資格がないとういうふうにつまり男というのはこれはまあその,その小説の中で自分の恋人を女の人を惚れさすために言った言葉ですが男は強いから女もついてくるんだという意味で強くなければその生きていけんとしかし優しくなければ生きていく資格がないという強いだけの男なんていうのはもう全く魅力がないんですとそれは優しさがいるんですということをその小説の中で言わしていますけれども。 これは真実だと思います11番目思いやりの心で誠実に12番目さっきちょっと言及しましたが常に明るく前向きに夢と希望を抱いて素直な心でつまりもう経営者というのはどんな逆境にあろうとも常に明るく前向きでなければいけませんで苦しければ苦しいだけにですねその夢と希望を 失ってはなりませんそして、純粋なまでに素直な心が私はいるというふうに思っております。えー、先ほども若干言いましたけれども、その闘争心、さまじいばかりの闘魂がいりますよとか、えー、どんなことがあろうとも貫徹する強い意志力がいりますよと、そういうことを申し上げましただけにですね、ともしますと経営者というのは、 悲壮感が漂ってますから悲壮感のを持って経営しなきゃならんのかと思われるかもしれませんがそうではありませんとそういう凄まじいばかりの闘魂がいるしどんなことがあっても不時けない強い意志力がいりますだけにですね実際には明るいそういう心がけというのが大変大事であるんです経営者でやっぱり暗い人っていうのはやっぱりいけませんねもうそれは。で 絶対自分の人生を明るく見ることですねで、自分の人生をポジティブに見るんですね、それ、余震波ば今、逆境にあろうと思うんです。もし今、健康を損なっていてもなんです。必ず元気になるという、それは無理なんですよ。本当は病気で,です、ね、体が弱っているのにです、ね、健康になるって思えというのはもう無理なんですけど、それでもいいんです。無理やりでででもいいからそう思う思んですで 経営がうまくいってなかったらいってないで,です、ね、参ってなくてもです、ね、これはきっと自分の会社はうまくいくということを信じて疑わない、そういう明るさというのが、大変大事だと思っています。今申し上げました、この12項目ぐらいをです、ね、本当に真剣に自分で検討していただいてです、ね、それを実行されれば、私は今までの会社と違っても、見違えるね、に変わっていくと思います。 これはもう嘘でありまさか、まあ、このぐらいのことでうまくいくわけがないと思われたらもうだめですけどそれを信じてですねよしあいつがそう言ったんで俺も信じてやってみようと思われたらおそらくもう見違えるようにもうそれを1年間つげられたら本当にもう全く変わった雰囲気になので経営者が自分だけで変わるんじゃなしにできればですね変わる時には自分の次の次ぐらいまで必ず一緒に巻き込んでですねどうせ自分一人変わるならその自分の腹心の部下その 社長さんだったら専務も常務もですね実は一緒に巻き込んでこのこういうことで変わっていかれたんですね会社が一年でクラっと変わったいるんですよいかがでございましたかこの稲盛和夫の話は実体験をもとに経営者のあるべき姿目指す方向性を示唆する優れた講話です何度も何度も繰り返し繰り返しお聞きいただき 皆様のお役に立てていただければ幸いです。